おはようございます、こんばんは、たんじゅんです。今日も楽しくダーケタクトをやっていきたいと思います。今回の内容は12月5日月曜日11時に運営さんからプレゼントがありました。選べるお歳暮カタログギフトについて、おすすめアイテムの選び方をお話ししていきたいと思います。参考になりましたらぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。まずはお歳暮とはというところなんですけれども、お歳暮とは今年1年ありがとうございました、また来年もよろしくお願いしますという意味で贈られる感謝の贈り物という形になります。歳暮とか年の暮れっていうのが12月の季語と俳句の世界では使われているみたいですね。たんじゅんチャンネルも今年1年ありがとうございました、来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは本題に入っていきましょう。まずは去年のお歳暮ですね。去年のお歳暮はこちらです。去年はですね、ライブでリスナーの皆さんに意見をお聞きしながら一緒に何を選ぶかっていうのを考えていましたので、その経験を生かして私なりにアイテムの選び方を紹介していきたいと思っております。そして今年のお歳暮プレゼントがこちら。去年と変わったところとしましては、虹の花が4個から6個に2つ増えている、あとゴールドが10万ゴールドだったのが30万ゴールドに3倍になりました。そして追加で虹のクリスタルが4個っていうのが増えました。ということで去年は7種類だったのが今年は8種類に1つ増えております。ということでおすすめの選び方、早速お話ししていきたいと思います。まずはこちらプレゼントボックスですね。こちらの方に2022カタログギフトが届いております。こちらからまず獲得してみてください。そして交換所ですね、期間限定のギフト交換所、こちらで1枚だけ交換することができます。で、1番ですね、まず見ていただきたいのが交換所の期限ですね。これがちょっとお知らせにはなかったんですけども、12月5日から12月31日まで交換することができます。なので焦ってすぐに取らなくて OK です。じっくり考えてみてください。こちらのアイテムに関しては、系統のかけらやモナンメダルとかと同じく貴重な素材になりますので、私のおすすめとしては本当に必要になった時に使う、獲得するっていうのがベストだと思います。去年もね、私は12月30日ぐらいにギリギリで交換しました。今すぐこちらをね獲得してすぐ使うっていう方は全然交換してもらっていいんですけども、去年はプレイスタイルと環境的に私は虹のオーブを多分撮ったと思うんですけども、今回はちょっと動画にしてね一回考えていきたいと思っております。では選び方2つ目、ドラクエタクトを遊ぶ上でやはり一番大事なことはモチベーションになります。皆さんが今すぐモチベが上がる、そんなアイテムを選んでみてください。皆さんそれぞれのプレイスタイルがねやはりちょっと違うと思います。プレイスタイルとは1日のプレイ時間、課金帯、好きなコンテンツ、この辺に合わせて自分の手持ちキャラ、環境から一番困っているものを選ぶのが正解だと思います。なのでこの選べるギフトはですね、人によって需要が違うのでランキングにするっていうのはちょっと難しいです。お得かどうかっていうことではなく、モチベーションが上がる、一番困っているもの、少し先で困りそうなものを選ぶっていうのがベストになると思います。それでもやっぱり悩む、難しいので絞っていかないといけないっていうところで3番に入っていきたいと思います。3番、私のおすすめ候補の選び方、まずは先ほども言ったんですけども、絶対に今すぐ必要ですか、必要じゃなければ12月後半までストックしておくという形、定義が一番いいかなと思います。交換してしまってからでは元には戻せないので、本当に自分が今一番必要なもの、困りそうなもの、困っているものを焦って取る必要はないので、どうしても必要になった時に取れば OK です。誰々が何を交換したから私もそれにしようっていうのは一旦置いといて、自分なりに育成で一番困っているものを何か考えた方がいいと思います。そして必要な時にそれを獲得して使うと、これは後悔がないようにっていう形ですね。そんな難しく考えることでもないんですが、私の動画を見てくださってるっていうところも含めて悩んでいる方もおられると思いますので、一番必要な素材を考えていきましょう。そしてここがね一番大事になってくるかなと思います。モチベが上がる、一番困っている必要なものを獲得するというところなんですけども、プレイスタイル、課金帯、あと
始めた時期ですね。タクトを始めた時期でちょっと選び方も変わってくるかなと思いますので、そこからちょっと私が考えたんですけども、このゲームはソシャゲなので、やはり初日勢、初期勢ですね、あと復帰勢、2周年以降に始めた方、最近始めた新規勢の方、これでもかなり状況がね変わってくると思います。さらには無課金、微課金、重課金と、ここもかなり大きいところなので、ちょっと私なりに考えたのが、まず8種類ありますので、最低でも3つに絞っていこうかなと考えました。ということで、今回新しくね虹のクリスタル追加されたんですけども、虹のクリスタルに関しては個数も4個しかありませんし、毎日3回なり6回周回すればそれなりに集まってきます。無駄に A ランクをランクアップさせなければだんだん溜まってきますので、虹のクリスタルは×としておきます。そして開花素材、4個から6個に増えた花、あと虹の枝、これもね結構重要なアイテムなんですが、こちらはちょっとね開花の扉を頑張っていただいて集めましょう。これどちらもセットでもらえるんだったらまだ考えるんですけども、片方ずつしかもらえないっていうのはちょっと選択肢から外れるかなと思いました。これで3つ消えましたね。あとハテナのかけらが10個っていうのがあるんですけども、この系統のかけらは最悪マスターメダル20枚で10個に変わりますので、半月ぐらい毎日デイリークエストを頑張ればマスターメダルも貯まります。これがね30個とか50個100個なら選択肢に入ってくるし、むしろそれの方が価値高くなるんですけども、これ10個しかないのでここは×としておきます。これで4個消えました。もう1個絞りたいんですけども、スキップチケット300枚ですよね。これに関してはとにかく忙しくて時間がない方、全然ありだと思います。100枚じゃなくてね、これ300枚っていうのが結構大きいところで、最近で言うと EXの周回、結晶ドロップがあったりとか、武器の素材を集めないといけない、しかもガチパで経験値も稼げないレベルマックスのキャラを5体 S ランク入れてオート周回で7ターンかかるとか、かなり難しいので、このスキップチケット300枚の価値は結構高いと思います。時間がない方、オート周回めんどくさい、忙しいよっていう方はスキップチケット300枚は対象に全然入ってくるかなと思います。課金してる方はね月チケある程度買えますので、無課金の方は候補に入れてもいいと思います。これで3つに絞れましたので、あとは虹のオーブ、虹の宝石、ゴールド、この3種類から選んでいただくのが一番いいかなと思います。ではプレイスタイルと課金帯、あと始めた時期ですね。まず初期勢で無課金、微課金、重課金、ここで考えていくと、微課金のラインっていうのはちょっと幅が広いんですけども、まあ無課金、微課金の方に関してはやはり初期から毎日コツコツ頑張ってきてる方でしたら、今一番足りないのはゴールドだと思います。私も一生懸命貯めてるんですけども、なかなか100万は超えません。ここで一気に30万ゴールドもらえるっていうのは、一生懸命育成されてる方はこの価値めちゃくちゃ高いと感じてると思います。私の中では第一候補ですかね。ただゴールドがですね、もう100万以上ありますよとか、こんなに使わないよっていう方、うまく育成できてる方に関しては、虹の宝石100個がいいんじゃないかなと思います。私の持ち物をちょっと見ていきたいと思うんですが、虹のクリスタルかなり余ってきました。で最近 S ランク全然引けてないので、虹のオーブも余ってきてます。あと無凸でね S ランクが獲得できて、それを無駄に S8 にするかって言われたら、やはり1凸も含めて考えていくので、オーブも無駄に使っていくっていうことは最近なくなりました。配布 S ランク5凸とかだったらね即 S8 にしたりするんですけども、虹のオーブ1個で育成できる S ランクって、まあ、S4 を S5 とか S5 から S6 に使うしかないんですけども、虹の宝石100個は S ランクから C ランクまで育成するのに必要な素材になりますので、結構100個貯めるの大変です。虹の宝石を100個貯めようと思ったら、だいたい EX 周回すると考えると約1万スタミナぐらい必要になります。副産物は別として、虹の宝石のドロップ結構渋いので、去年もこれ選んだ方結構多いです。私は S ランクしか育成しないよっていう方はね、虹のオーブ選んでもらって全然いいんですけども、無課金、微課金の方に関しては30万ゴールドか虹の宝石を選ぶのが私的には一番いいかなと思います。でたくさん課金してる重課金の方に関しては、多分ゴールド一択になるんじゃないかなと思います。便利アイテムとかセットアイテムで課金できる方は買うことはできるんですけども、それでもゴールド足りないっていう方はたくさんいますので、今回30万ゴールドはかなり美味しいと思います。ほぼ一択になるんじゃないでしょうか。続いて復帰勢の方ですね。復帰勢で無課金、微課金の方に関しては、まず
追憶でしっかり虹の帯をかき集めてください。それでも必要な S ランクがランクアップできないっていう方は虹の帯を選ぶのがいいんじゃないかなと思います。まず S ランクをしっかりレギュラー級を育てていただいて自分の一軍を作りましょう。ただ無課金美課金ではなかなかガチャが引けなかったりするので、まんべんなく A ランク B ランク C ランクも育てたいっていう方に関しては虹の宝石かやはりゴールド30万がいいんじゃないかなと思います。復帰勢の方で重課金の方に関してもやはり追憶を回っていただいて足りない素材をこの3つから選んでみてください。そして最後に2周年以降始めた方、新規の方ですね、こちらに関してはまず今現在仲間図鑑見ていただいて全部で477体います。これを全部育てるっていうのは、いきなりは不可能です。まずは S ランクをしっかり育てていきましょう。まずはストーリー、追憶、バトルロードをしっかりクリアしていきながら、交換所のものを全部取り切って、そこから足りないものをカタログギフトから選ぶというのがいいと思います。多分初めの頃ね、一番足りないのは、虹の宝石、100個かやはり虹のオーブになるんじゃないかなと思います。レベリングに関してもバトロ以外のキャラは5体しか育成で連れていけないですし、120から130にレベル上げるのめちゃくちゃ大変なので、あのキャラもこのキャラもっていうのは無理です。凸が高くなった限定キャラとか才能開花するとめちゃくちゃ強くなるゾーマとか会心キャラ、この辺をしっかりまずは育てていきましょう。なので2周年以降とか新規の方に関しては虹のオーブか虹の宝石、この2つがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで私に関してはとりあえず12月30日の月末頃に交換しようかなと考えておりますので、私はスキチケか30万ゴールド、この2択で多分選ぶんじゃないかなと思います。ゆっくり考えていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。参考になりましたらぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは。